ホリエーザ10月16日から1995年6月5日は日本の陸軍軍人陸上自衛官階級は陸軍少佐陸商法正確な情報の収集とその分析という過程を軽視する大本営にあって情報分析によって米軍の進行パターンを的確に予測したためマッカーサー参謀とあだなされた 戦中の山下智之陸軍大将、そして戦後海外の選手研究家にもその能力を高く評価されている。参議院議員、国土交通大臣の前田武氏は、堀の老いである。奈良県吉野郡西吉野村出身、伊藤雄一郎の子に生まれる。陸軍航空本部長、第一師団長や、リス航空兵団司令官を務めた陸軍中将、堀武雄の養子となる。 明林中学から1927年4月、東京陸軍幼年学校に入り、1930年3月から陸軍士官学校に進む。なお、この陸軍士官学校時代に、上海戦の陣地突破のケーススタディより、物量の前には精神主義が役に立たないという教訓を得、後の情報分析の基本的な考えとなった。1934年6月卒業。 同年10月に、騎兵将尉に任官。騎兵第26連隊に配属された堀は、1936年10月に、騎兵中尉に進級し、1937年3月に、騎兵第16連隊に移る。同年11月から、陸軍騎兵学校兵種学生として学んだ後、1938年3月から、陸軍横賀士官学校教官を務め、 同7月に、騎兵隊員に進級。1940年12月に、陸軍大学校に入り、1942年8月に、少佐進級。11月に、陸大56期を卒業。12月から、陸軍戦車学校に勤務。1943年4月から、陸軍士官学校戦術教官。10月1日から大本営陸軍部。 第二部参謀として勤務。ドイツ化とソ連化を経て欧米化に勤務。そこで米軍戦法の研究に取り組み、その上陸作戦行動を科学的に分析して1944年6月に敵軍戦法早分かりを完成させ、米軍への水際での突撃や夜間の重拳突撃は自滅するので行わないようにという内容を伝達した。 敵軍派や分かりを最初に伝達し、ペリリュー島の戦いにおいて、米軍に腰志団を相手に一個連隊を機関とする約5000名で2ヶ月以上奮戦した中川国雄大佐がいた。堀は中川連隊やその他の諸所の戦場での優先奮闘と巡国の精神を称える一方、戦略の失敗を戦術や戦闘でひっくり返すことはできなかったと述べている。 太平洋という戦場の特性を情報の視点から究明し、戦争の十年以上も前に軍の主兵は航空なり、鉄量に持って、鉄量を持ってするという戦略を提唱していた。堀は著書で国破れ企業破れて反省しても襲い、破れ去る前に自ら襟を正すべきであるが、その中でも情報を重視し、正確な情報的視点から物事の真相を見つめて、 施策を立てることが禁用となってくる。と述べている。なお、この敵軍戦法早分かりが伝達されるまでは、中国戦線での戦訓に基づいて、米軍との戦いを行っており、士気が非常に低く突撃によって逃げ出す相手に対する戦い方を取ることで、日本軍の損害が非常に増えていた側面もある。この資料の完成後は、伊王島の戦い及び、 沖縄戦に代表されるように米軍の被害は増加することになる。なお、サイパンの戦いには内容の教示が間に合わなかったと記録に残している。なお、敵軍戦法早分かり以降、大本営内部で意見の調整が行われ、各師団に軍事作戦を説明するときに同時に、現地情勢及び相手の戦闘方法の情報についても伝達するように切り替わった。 敵軍戦法早分かり完成の約1年前。堀を中心とする米軍戦法研究グループは各種の統計をとっているうち1943年11月5日から17日に渡って行われたブーゲンウィル島沖航空戦と11月21日から29日に渡って行われたギルバート諸島沖航空戦の戦果に注目していた。 大本営海軍部の発表を総合すると、米艦隊はすべて撃沈されたことになっていた。しかし実際には、一隻もいなくなったはずの米海軍の反撃はかえってピッチを上げ、奇襲から強襲に変わっていった。ホリーたちのグループが抱いた疑問の第一が、なぜゼロになった、米機動部隊が大規模な艦砲射撃を強行できるかということであった。第一戦の航空部隊では、 各飛行機の報告をどのように審査しているのだろうかこれを調べなければ正確なことはわからない。この疑問が後の台湾沖航空船の戦火の判定につながっていく。1944年10月13日、敵軍戦法派や分かりの内容を前線部隊であるフィリピンの第14方面軍に知らせるため、記者でニュータバル飛行場に移動したが、折しも 台湾沖航空船が発生しており、汽車の中でも乗客たちはその大戦火の話で持ちきりであった。ニュータバルでは空襲警報が発令されていることを理由に便乗を断られたが、堀は今までの先方研究で疑問が払拭できなかった航空船を直に確認するため、参謀の異例を発揮し、九州カノヤの海軍飛行場まで連絡機で移動した。 カノヤの海軍飛行場脇の大型ピストの前では大勢の兵士が慌ただしく行き来し数人の幕僚たちに戦火を報告していた黒板には戦火が次々と書き込まれ報告の度に歓声が上がった先方研究中から堀の脳裏を離れなかった航空船が怪しいと考えていたものが目の前で展開されていた堀は戦火の報告を終え キストトから出てきたたパイロットたちにやつぎ早に質問をしたどうして撃沈とは勝ったどうしてアリゾナとは勝ったアリゾナはどんな艦型をしていたどうして自分の爆弾でやったと確信して言えるのか戦火確認機のパイロットは誰だ堀の質問にパイロットたちの答えがだんだん怪しくなってくる。米軍研究の結果、米軍艦の識別は 頭の中に叩き込まれていたため、堀にはパイロットたちの返事の曖昧さがよくわかった。戦火はこんなに大きくない。誰がこの戦火を確認してきたのだ。誰がこれを審査しているのだ。やはりこれが幻の戦火の実態だったのだ。堀はそう直感した。ブーゲンウィリオ航空船では、後になってみると大本営発表の10分の1にも足りない戦火だった。堀は、 10月13日19時、大本営陸軍部、第2部長宛てに、この成果は信用できない。いかに多くても、二三隻、それも、航空母艦かどうかも、疑問と緊急電報を打った。後年の堀は、堀が大本営陸軍部、第2部長に打った緊急電報を、大本営陸軍部では承知していたと想像されるが、これが握りつぶされたと判明するのは、 戦後の1958年夏だから、不思議この上ないことである。しかし、大本営陸軍部の中のある一部に、今もって誰も覗いていない密室のような奥の院があった、矢に想像されると記している。保坂正康は、この緊急連邦が、当時、大本営の作戦参謀であった、瀬島隆像少佐によって握りつぶされた可能性を指摘している。真相は不明だが、 現在もこの電報の現物が行方不明なのは事実である。ただし、当該電報の後に堀が撃った特金電報は現存している。15日、カノヤからマニラへの移動中機体は台北飛行場上空を通過したが、堀は飛行場施設の損害を間近で確認し、上陸に先立って周辺地域の航空基地を念入りに叩く米軍の先方に違いない胸革新を抱いた。 実際、米軍は、冷典搭乗陸を目的とした、キング2作戦を3段階に区分し、第2段階までは、そのような目的の空襲として計画していたのである。台湾沖港空戦の大戦火発表をうのみにした、陸軍は急遽作戦計画を変更し、冷典決戦を行うことになる。それはまさに地獄への引導のようものだった。その真相には、 陸軍と海軍が双方とも何の連絡もなく勝手に戦果を発表していたため陸軍は海軍の発表を鵜呑みにするしかないという日本最高統水部の組織的欠陥があった。堀は10月15日にマニラに到着後17日に南方総軍司令部第2課で台湾沖航空船の戦果に再検討を加え米軍の健在な空母を12隻と計算し 第14方面軍司令官の山下智之大将、参謀副長の西村俊夫少将に報告した。報告時、折下米軍関西域によるマニラ空襲が行われており、山下大将と西村少将は堀の報告を信じた。同月19日には憲兵隊から撃墜した。 米軍艦載機のパイロットを尋問した結果、ルソン島を空襲中の米軍正規空母が12隻で、あること、その艦名が全て判明したことが報じられた。大本英海軍部の発表した台湾沖航空戦の戦果は、全くの誤りで、堀が大本英陸軍部第二部長に打電し、山下大将に説明した通りであったことが、明らかになった。次に述べる。 第14方面軍時代もそうだったが、結果として、堀の予想は正確であることが多かった。しかし、世の中には堀がどうして、そのような、正確な予想ができたのか、著述物だけでは納得しない研究者がいる。戦死草書の返済経験がある、近藤真治は、奈良県の堀宅を訪ね、この点について突っ込んだ質問を行い、次のような答えを得た。 堀さんがなぜ当てたんだろうという疑問を持ちまして、ところが回想録なんかには全然そういうものは載ってないんですね。それでインタビューでズバリ言ったんです。どうしてあれだけの的確性というか正確性が出たんですかと言ったら、堀さんはそんなことは分けないことなんだと言うんです。14方面軍の情報部に可視官だけで10名ぐらいいて、将校が3名かな、毎日毎日。 ともかく基礎的な情報をざーっと書かして積み上げていった。例えば台湾を航空戦の戦火判定についてもすぐに堀さんは疑問を出すんです。山下智之と武藤明に対して危ないですよという。そんなことをおっしゃったのは何を根拠にと言ったらこういうことを言っていました。直後の空襲で捕まえた各米軍のパイロットの尋問をして発汗した。 ボカムエを尋問をして並べてみたら、全部揃ったというわけですね。これはおかしいじゃないか。ピンピンしているじゃないかということで果たして、マッカーサーの回し者ではなかったんで、まさに成功法でやった方でございましたね。近藤真嗣、太平洋選手研究部会、第2回セッションコーストウォッチャーズ、太平洋学開始1987年1月、20ページ10月27日から、 第14方面軍作戦参謀、1945年2月1日からは、再び大本営陸軍部、第2部第6課参謀を歴任し、終戦後の9月に、陸軍省軍務局会員、10月に、予備役編入。郷里の奈良県吉野郡西吉野村に帰り、健在であった父の堀武雄中将と共に農耕に、従事。戦後、1954年に、 陸上自衛隊に入隊。吉田茂首相の軍事ブレインとして自衛隊の創設に大きな力を有した、辰巳英一陸軍中将の情報の分野で働くようにという勧めに応じたものだった。陸上幕僚幹部第二部国外班長に就任1959年10月24日から発在中西ドイツ大使館防衛駐在官に就任し、キューバ危機を ヨーロッパで体験した。ラインの軍需物資輸送の情勢判断から、米ソ海戦せずとの判断を東京に、いち早く打電した。1963年10月末には、統合幕僚会議外に出室長に就任する。防衛庁内の雰囲気に納得できず、1967年3月、陸商法で退官1974年から、大阪学院大学ドイツ語講師となる。 1991年4月から、郷里の西吉野村の村長を務め、名産吉野垣の普及に力を入れた。2期目在職中の1995年6月5日、癌のために死去、去年82。戦後の堀は、陸上自衛隊を陸上補で退官した後、郷里の奈良県吉野郡西吉野村に戻り、大阪の大学でドイツ語を講じ、戦争中のことについては、 一切口にしなかった。堀が回想録、大本営参謀の情報戦記を交換する直接的な動機となったのは、1986年にある雑誌の座談会で台湾沖航空戦の課題戦果を今しめた堀の電報を大本営陸軍部作戦家が握り潰したからだと発言したのがきっかけに堀が戦時中に携わった情報の仕事への 各方面の注目が高まり、日本の敗因を情報の検知から解明しては、と勧めを受けたためである。1984年春から、選手研究家の保坂正康が堀への取材活動を始めたことも影響した。したがって、太平洋戦争の改装録としては遅い1989年に上司されている。なお、保坂が堀に最初に取材を申し込んだところ、 堀から面会を断る手紙を受け取ったが、保坂は逆に取材意欲を燃やして、アポなしで堀宅を訪問した。その後、保坂が何度も訪問を重ねてから、堀はようやく口を開き、信頼関係ができてからは、奈良や東京でしばしば会うようになった。ただし、堀は同じ陸軍出身者の近藤が取材した際には、心よく会っている。堀家住宅、ありがとうございます。